テレソラネットです。生活に密着した話題をお届けするソラネットでございますけれども。今日はね、ちょっと私の中で異変が起きてるんですよ。うん、どんな異変なのか。はいえー、こちらの V. T. R. ご覧ください。今日はこちらの話題です。うん、1> 第一回、今年のスギ花粉飛散予報をお伝えをしたいと思います。古川さん。 あの福島県の方って何割ぐらいが花粉症だと思います。はい、へ山多いですからね。何割ぐらい？六割。あ、いい線いってる。<お> <laughs> 去年ですね調査しました。六十七パーセントが花粉症。<laughs> <ん>これね年々増えてるんですよ。で今日の話題はこちらでございます。え、もう杉花粉飛んでんの？もうですか？不思議ですよね。今年の杉花粉多いのか少ないのかこういう形でお伝えをしたいと思います。 小賀さんは花粉症、はい。大丈夫なんです、私まだです。まだ。はい。お、お母さんは。母も大丈夫です。<っ>家族みんな大丈夫です。っていうことは、じゃ、あそれだけこう、花粉症じゃない家系なんだ。かもしれないです、ね。でも、それで油断しないでくださいね。<お>あの、あるキャパを超えると、花粉症になったりするで。なるべくね、あの、春なんか,か、あ、マスクするといいんだと思いますけれども。はい、私ね、ちょっとね、異変が起きてるって何かというと。 年末年始、はい、千葉に帰ってたんですよ、うん、で千葉でマラソンしたんですこれ正月帰省して、はい、海の近くをそしたら急になんか「あれこれ花粉症じゃない?えー」でもまだだ正月ですよ一、うん、1月ですもんね 1>, 1月ですよでも1月10日ウェザーニュース千葉市でスギ花粉観測してたえー、早い早いんですよ で実際、ですねこういった福島県内でもこういったのをいただいております、えー、ソラネット湯野岳水石山さん、今日なんか鼻むずむずするんですが、花粉飛んでますか、で実は今日以前にも、こういうツイッターいただいてます、1月4日から私と息子が鼻がむずむずします、<え>まさか花粉、ムーンキャットさん、超常連も、もう花粉症なんじゃないですか、症状出てる人いるのかな、ミキさん、スギ花粉飛んでません、ミヤニっぽい感じ。 ドロンジョさんも洗濯物を干してると鼻水が止まらないもうすでに飛んでいるのかという話なんですよで実際に樹木医の先生に聞いてみました、はい、樹木医の先生こちらでございます去年の夏は暑かったため花粉の元となる花芽の月きが良かった今年は暖冬でこれ花粉症の方にとっては秘宝ですもう飛んでますということなんですで実際に耳鼻科の先生に聞きました飛んでます来てます はい、来てます、とっくり花粉症の患者さん、来院してます、<ー>例年年明けから、ここがポイントなんですよ、例年年明けから増えるけれども、今シーズンはもう12月中に5人が来院してる、で年明けからきのうまでの休診日を除く8日間に17人が来院してる、かなりいらっしゃってますね、そう、1日あたり2、3人、きのうは来なかった、うん、なぜかというと、きのうはほら、寒かったから。 あーやっぱり関係するんですねだからね、あの今日みたいに暖かかったり、私ね、今日結構、結構な花粉症の症状なんですよ。で、今までは1月にこうやって症状が出るってことはなかったんだけど、このへ、ね、も私の体調の変化もあるのかもしれないけど、結構な異変だと、私の中ではあります。うん、じゃあ、このあと、楽に過ごすにはどうしたらいいのかということなんですが、花粉症の皆さん、注目です、こちらです、もう発症前から薬を服用する、初期療法が大切です。 これいつも鈴木先生おっしゃるんですけれどもそもそも花粉症って何でなるのかというとこちらです花粉がが粘膜にききまますすヒスタミンというのができますそのヒスタミンが合体するとです、ね、鼻水くしゃみなどが発症するんだけど症状がなくても、えー、抗,ヒタス抗ヒスタミン薬を飲むとブロックしてくれるからあの症状が出ないあるいは症状が緩和してくれるということがあるので、はい、早めに薬を飲むということがいいと思います。 そこで問題はこちらでございます。はい、いつ飛ぶのか。まあ、今飛んでるんだけど、はい、本格試算はいつなのかっていうこと。知りたいですね。知りたいですよね。うん、去年と比べて花粉の量はどうなのかということをお伝えをしたいと思います。これね、小賀さん。はい、よく去年花粉症なりませんでしたね。<laughs> これ、日本松の升病院のデータなんですけれども。去年ここですよ。 <え>すごくないですか、伸びてますね、はい、1平方センチ当たり 1, 1万2000個飛んで<え>、えー、前の年のです、ね、約倍近く飛んだんです、すごい量ですね。で、これで去年初めて発症したって方も私の周り結構いた、古賀、うん、さんはだからラッキーだったっ、花粉の、ね、器が大きいっていうのもあるのかもしれないけど <laughs>、はいで、去年の福島県の花粉の飛散量がすさまじくって、他県と比べると、なんと全国で2番目だったって。 これは環境省のデータなんですが東京に比べると3倍以上というこれね福島県ってもともともとが杉株の量多いんですよ、うん、あの何でだと思いますえ山が多いから山が多いそれともう一つは、うん、あの戦時中にあの資材のためを取るために切り取られちゃったいわきとか県南の山で木がその後に杉を大量に埋めてそれを住宅資材にしようとしたんだけど、うん、安い輸入材が入っちゃって。 そのまま放置された生えたままだから、うん、あ福島県や栃木県というのは非常にスギ花粉の量が多いということがありますじゃあその今年のスギ花粉実は環境省が皆さんご存知でしょうか杉の花芽をいつも観測してる<ー>年末に、えー、どれぐらい花芽がついてるか今年の飛散量なんですがそこから紐解いたものによるとどうですか前年に比べて67%だ去年があまりにも飛びすぎたんだけど、うん でもこれ見てください平年比 1> 1そうつまりあの去年よりは少ないけど、はい、去年があまりにも多すぎなんで去年に比べると少ないけどそれでも平年よりも多く飛ぶこれはね花粉症の方にとってはすごく嫌なニュースなのかな。ではいつ飛ぶのか えー、薬で、ね、最初に抑えておこうという方もいると思いますけれども、杉ギ花粉飛散、350度の法則っていうのがあります、これ、1月1日からの積算最高気温を足していって、350度になると本格飛散するんですが、今日までで、こちらです、143度、平年の1.4倍の速さで進んでるんですよ。早い。早いで、このまま平年の1.4倍の気温が続くとすると、これね、本格飛散も。 2月11日に超えちゃう早くないですか大体いい花粉って2月下旬とか3月じゃないもう春ですよねそれが2月10日過ぎに超えちゃうってことは、うん、皆さん早めにお医者さんに行って薬をもらう、えー、市販の薬を買うなどしてですね抑えていただきたいと思います。